闇バトルに参加すること。それはアマルガムの手がかりをつかむために宗介が初めから狙っていたことだった。警察から釈放された宗介は自身の真意を伏せた上でナミに闇バトルの件を話す。その後ナミから返ってきた言葉は宗介が考えていた通りのものであった。闇バトルなんて冗談じゃないわ。あれはとんでもない借金を抱えたようなバカが最後の最後に選ぶようなもんなの。私たちは違う。もうすぐクラス A に昇格だっていうのに、あんた正気？ああ。理由を説明してよ、理由を。それは私はさ、少なくとも友達くらいには慣れてるとは思ってたんだけど、違うの？私何も知らずに死にたくない。時はナミ。な、何よ。そうだな、ありがとう、説明する。うん。つまりあんたは初めからこの町の闇バトルにアマルガムが関与していることを知っていて参加しようとしていたの？肯定だ。すでに俺の所属していたミスリルは壊滅した。奴らの手がかりを得るにはそれしかなかった。まあ、あんたの腕はただものじゃないとは思ってたけど、だとしてもそれってものすごくヤバい相手じゃない？そうだな。俺はアマルガムに近づきたい。それには君の協力がいる。冗談じゃない。何？一人で戦争してな。私の知ったことかよ。あんた首、二度と顔を見せないで。そうなるか。だが期待がなければ闇バトルに参加できん。それにレモンの実もどうなるかわからん。早急に別の手を考えなければ。ん？ナミ。一応聞いておきたいんだけど。なんだ？あんたは困ってるのね。ああ。私の助けがいる？肯定だ。わかった、少しだけ付き合ってあげる。いいのか？レモンが牢屋の中だしね。それにファイトマネーはいいんでしょ？まあそうだ。ただしあんまり期待しないでよ。アッシュたちが納得するかはわからないんだから。みんながノーって言ったらやっぱりノーよ。了解した。それからそのアマルガムって組織のことみんなには話さないから。助かる。とりあえずみんな協力してくれることになったわ。説得するのにさすがに苦労したけど、後でなんか埋め合わせしてよね。ああ、善処する。それにしてもレモンの旦那も気の毒ね。ずっと牢屋の中なんて。人質だ、我慢してもらうしかない。まあね。火器管制システムの設定はこれでいい？これを君が？私こういうの苦手でさ。大丈夫かな？完璧だ。よかった。これ半日もかかったの。自信なかったんだけど。専門家でも3日はかかる作業だぞ。どこで覚えた？え？いやだって普通できるしょ。不可能だ。こんな技術は一体誰から？知らないはずの難解な知識をなぜか知っている。どうしたの？ナミ、君はもしかして？いや、なんでもない。まさかな。彼女が千鳥やテッサと同じはずが。変なの。さあ、今度の土曜日には闇バトルに参加しなくちゃいけないんだから、やり残しがないようにしとか。ああ、確かに今は忙しい。彼女がそうであるかどうかはこの件が済んでから詳しく聞いてみれば。何も急ぐ必要はないんだ。ここが約束の場所のはずだけど、どうやら来たみたいね。そのようだな。相良宗介、ここで機体に搭乗してもらおう。北西3キロに広間がある。そこが今回の闘技場だ。他の者はここでおとなしくしていてもらう。はあ？そんな離れてちゃ無線の指示が届かないよ。一体、ちょ！
安全のためだよ、お嬢さん。流れ弾一発で大惨事だからね。素晴らしいご采配ですわ。エースの武器は？先日使いの者が書かせたリストがあっただろう。あれに書かれていたものと同じものが広場に置いてある。弾薬も十分にあるから存分に使うといい。どこかで感染か？そういう場所がある。お前にも後で見せてやろう。そうか、流れ弾には気をつけてほしいものだ。心配には及ばんよ。大事な客を危険にさらすようなところではない。そうそう、今夜の対戦相手についてだが、面白い機体を用意した。ぜひ楽しんでくれ。面白い機体だと？では、行ってくる。気をつけてよ。心配するな。あんたじゃなくて、機体が心配なの。そうか。でも、やっぱり無茶しちゃダメだよ。ちゃんと五体満足で帰ってくること。そのつもりだ。ならよし、終わったらなんかご馳走してよね。ナミ、どうしたの？いや、何でもおごるぞ。また会おう。うん、待ってる。デッド・オア・アライブ。ここが奴の言っていた場所か。真の闘技場へようこそ、クロスボウ。そこにあるのがお前の武器だ。好きに使うといい。他にも戦いを盛り上げるものをいろいろと用意しておいた。有効活用してくれたまえ。ありがたいことだな。いるのはあそこか。無駄だよ。この観覧席は攻撃できないよう設定してある。だろうな。それで今夜の相手はどこにいる？すぐそばだよ。操縦兵は笑っているぞ。センサーに何も反応はない。いや、まさか俺の相手は。もうお気づきかな。 M9 とはな。驚いたか。聞けばお前はその機体を日頃から乗りこなしていたそうではないか。ミスリルとやらにいた頃からな。全てご承知というわけか。異名も使わずあれだけ派手に活躍してれば、さすがにな。街中で始末してもよかったのだが、それもつまらん。せっかくなのでその M9 と戦ってもらうことになる。アマルガムの意向か。生き残ったら話してやらんこともない。だがそのオンボロで最新兵器にどう立ち向かうのかな。つまりこれは試合ではない、処刑だ。やれ。了解。来る。やるぞ。よし、行くぞ。どうする？第2世代エースが第3世代エースと戦う。まさか逆の立場になって味わうことになるとはな。だが黙ってやられるつもりはない。役割を果たす。やるぞ。
車線は通って厳しいな。今オンボロでよく頑張る。あの腕でアーバレストに乗られたんじゃ手に負えないわけだ。アーバレスト、なんでもない。油断は禁物ってことだ。はあ、私にはよくいる少年兵崩れにしか見えませんでしたが。奴を舐めるな。あのガウルンやゲイツを殺した男だぞ。ガウルン？ゲイツ？知らんのか。ええ。田舎はのんきだね。は？気にするな。それよりも目の前の戦い以外にももう一つ面白いものをご用意してまして。面白い？サガラの仲間たちも始末する予定でして、先ほど部下の方から準備を始めたとの報告がありました。そちらはご覧になりますかな。オーナーの娘は少し遊ばせてもらってからにするつもりですので、少々お待ちいただくことになります。どちらも興味ない。はやれやれ、万が一のことも起こらんと思っているが、もっとも人のことは言えない。あの様子じゃ相良のことを M9 のオペレーターに教えてはいないだろうし、やられちまうかもしれんな。当たれ！どうする？今だ！どうにか。やってくれるぜ。サベージごときが M9 を。そんなはずが。ああそうだな。安心しろ、まだ終わってはいないみたいだぞ。第三世代エースが第二世代エースにやられたんじゃ、笑い者にもなれしねえんだよ。やはり成功法では無理か。死にな。聞いたな。さて、終わらせる気だな。何か手は。これはヒートハンマーを拾ったか。悪あがきだな。俺の予測が正しければこの辺りはおそらく欠けるか。鬼ごっこはおしまい。ジエンドだ。そこだ。地面に叩きつけただと。何を考えて。崩落事故。どうして。確かこの辺りの地下には昔坑道があったんだってな。ええ、もう放置されてたはずですが。狙われたな。大方戦ってる最中にこの辺りの地形に気づいたんだろう。でわざと崩落させやがった。M9 は完全電気駆動だ。規格外の荷重を受けるとまともに動けなくなる。一方サベージは古い機体だが、卵型の胴体で圧力に強い。それに油圧駆動を併用している。大量の瓦礫に押しつぶされてもサベージなら自力で脱出できる。要するにこっちの手駒は終わりってことだ。いい機体だ。M9 がサベージに。賭けはこちらの勝ちだ。勝っちまった。バカな。何者だ。バカな。で、どうするつもりだ。え？こちらの素性を知ったんだ。奴は全力であんたを締め上げに来るぞ。は、入れ。女を連れてきました。そうだ、
お前がいた。え？名前と所属を言え。ジョージ・ラブロック。今はアマルガムのアグレッサー部隊だ。前はミスリルの兵士だったのか。そうだ。待て、ひょっとしてあんたは西太平洋戦隊にいた SRT だ。道理で M9 の弱点を熟知しているわけだ。俺は地中海戦隊だ。部隊はどうなった。ほぼ壊滅だろう。俺は任務で基地を留守にしていたんだ。何も分からず帰ってきたらもう奴らに制圧された後だった。それで投降したのか。犬死にするよりはマシだ。奴らも M9 のノウハウを知りたかったんだ。俺は処刑されずにこうして飼われている。連中の活動拠点はよくは知らん。実際に見たのはトリポリ郊外のキャンプとセイロン島のどこかだ。ここに来たのはつい昨日さ。クラマと名乗る男が来て。クラマだと知っているのか。奴はどこだ。あの観覧席だ。クラマ。おい、あんたのサベージ。さすがに限界か。俺は行く。お前は勝手に逃げろ。何？まさかあんた一人だけで戦ってるのか。アマルガムと皇帝だ。正気じゃない。殺されるぞ。奴らは俺の大切なものを奪った。必ず取り戻してやるつもりだ。それだけの理由で。俺にとっては十分な理由だ。何があろうと、どんなことがあろうと奪還する。俺はそう誓った。わからない。俺たちはただの傭兵だぞ。俺はもう傭兵ではない。ただの男だ。くそ。厳重だな。これ以上簡単には近づけないか。何？うん。相良、見ているか。貴様のいるのは分かっている。出てきて武器を捨てろ。さもなければこの女を殺す。東京の件は覚えているな。俺が本気なのは分かるはずだ。狙うには距離が遠すぎる。10秒の猶予をやる。10、9、8。出るのは自殺。7。奴は本気。6。ナミ。ここでナミを死なせていい理由は何もない。彼女は自分たちの戦いには全くの無縁だ。何の咎もない。5。千鳥。かといって自分がここで死ぬことも考えられない。自分が死んだら誰が千鳥を救いに行ける。誰が連中にツケを払わせられる。何か方法があるはずだ。覆せるはずのない状況を覆すことのできる第三の選択肢が。4。そんなものあるはずがない。3。出ていくしかない。いや、気が変わった。ナミ。感じるぞ、貴様の怒りを。俺への殺意が密林の隅々まで満ちている。まるで大気が震えているようだぞ、相良宗介。クラマ。出てこないならそれでいい。そのままクソ田舎にでも隠れてろ。ただこれだけは言っておいてやる。俺は貴様の大切なあの女も同じように扱ってやるぞ。そうだ、俺は居場所を知っている。これからそこに帰って、この貧乏ったらしい娘にやったようにお前の女にもかましてやるぞ。よくもクラマ。なんだ、銃撃。仲間がいたのか。七人、八人以上。何者だ。それよりもクラマ。くそ。クラマは逃がした。撃つな、宗介。
僕だ。レモン、どういうことだ。それは後だろう。後？彼女だよ。間に合わなかった。なんてことだ、なんてことだ。巻き込んでしまった。彼女を自分が死なせた。何？